はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけども、攻め構築なんだけど、ちょっとね、話を聞いてほしい。なんか、8世代って、ダイマックスがいつ飛んでくるかわかんないっていう、その、いつでもさ、打つ場面を勝手に試合の中で選べるっていう、そのルールだから、なんて言うんだろう。なんかそのね、初手ダイマックスが来るのか来ないのかみたいのが、まあめちゃくちゃわかりにくいし、択になると。っていうので、なんか初手に、こう、ダイマックス、こっちからダイマックスを仕掛ける圧力がめちゃくちゃあって、なおかつ、スカーフとかを持ってトンボ返りできるポケモンが結構なんか結果を出してるような印象があって、な結構それでね、勝ってる人がね、いたりするんですよね。記事とかを読んだりすると。で、まあその、なんていう、それを僕もやってみようって思って、最初に思いついたのがランドロスで、まあスカーフランドロスでさ、初手で威嚇巻いてトンボからっていうさ、なんか古き良き感じがあってね、そして、使ってみたいなって思ったんで、ランドロスです。で、サンダーのボルチェンをね、止めれるとか、まあその電気、地面両方一貫切れてるから、すごくいいポケモンなんでね、ちょっと出してみましたね。で、これ相手ポリッツ HD でしょ？まあサンダーいるからポリッツも投げる。どうしようかな。こっちもサンダー欲しいっちゃ欲しいな。まあサンダーでいいか。で、相手ポリッツがいると、こっちのサンダーで崩せないから、まあ、ただね、ボルチェン絡めて、こっちのポリツーで放電麻痺入れてみたいな感じでいいと思ってるけどな。サンダーのダイジェットの通りは比較的良くて、ポリツーをなんとか削ってさえしまえばサンダー通ると思ってるんだけど。サンダーから来た。はいはいはい。で、この場面を僕想定して考えたんだけど、なんか、サンダーってさ、役割対象のポケモン。例えばだから、ウケループだと、バンギラスとか、まあ、ヤドキングはね、ちょっと、ボルチェンに強いんだけど、ボルチェンで結局削られて裏に引かれてて、なかなかね、殺せないんですよね。だそれが、うざかったんです。あ、待って待って、トンボ返り待って、ミス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 いつもの癖素引きする癖が出た。ちょ。でもこれ変わんないか。いや、待って、これで、ランドロスとポリゴン2両方に強いポケモン出てきたら、まずいね。まあ、すいません、最悪なんだけど、トンボ返りからさ、入るつもりだったのになんかいつもの癖で、交代画面開いて普通に引いてたけど、スカーフ読まれないからこれエースマン殺せます、後で。これはガチ。DL で、まあ、ガンの間ね。あ、オッケー。本当は、相手がランドロスで、と思って一回引いてる時にも、トンボ返りだったら対応が効いてるって。今回は相手初手ダイマーあったから、シンプルなポリツ引きが正解になったけど、そう。ちょ、もう、癖出ちゃったけど。なんかだってさ、裏にさ、いや、もうって、交代画面見るじゃん、そりゃ。はい、ダイジェット。ただこれ相手のダイマックス無駄打ちさせれたから、まあ、いけるんじゃないかな。で、まあ、再生打ってよくて。第3打、ライジングボールとかな、これ相手。どの第3弾よりもね、ダイジェットの火力が出るから、ライジングボール、ただライジングボールと打つにしても別に3ターン目でいいんだよな、相手は。まあ、ただとりあえず再生連打かな。ここを枯らして、しのがないことには、ゲーム進まないからね。ちょっともう、トンボ返り押したかった。でも、トンボ返り押さなかったおかげで、静電気って地面タイプに入るのかな？サンダーをさ、なんか物理で、接触技で殴った経験がなさすぎてさ、調べたこともないんだけど、有識者教えて。あ、でもこれで、とりあえずサンダーは HD のポリッツいるから、なんとかなったぞ。ちょねー、もう、マジで今癖出てたよな。ここももう一回再生押しときたいかな、できれば。S 場引きとかに対してはこっち引いて間に合うから、いやー、身代わり押したいな。ボルチェンで引いてく。オッケー。これ、まあまあ、相手の裏見てからだけど、ただこっちだけ一方的にダイマックス残ってるから、サンダーの打ち合いはこっち勝つから、通せるんだよね。エース番。ここをどうするかで。相手ポリツいないんかな。ここエース番出てくるって多分、いないと思っていいと思うけどな。
いやー、さっきのとこ再生でよかったな、素直に。こう、放電で、掴みに行くか？ポリツーが死ぬと何がめんどくさい？相手のポリツーがめんどくさいか。身狩りいらなかったね。エスバ引きにしても身狩りいらなかったね。これなんかワンチャン耐えないか、なんかの間違いで。耐えない。ふっ、ふっ、耐えろ。お、よっ、あー、耐えない。弾、はい。まあ、S 場削れるのは TOD を考えると非常にいいことで。相手ポリツーいないんだったら別にこっちポリツー捨ててサンダー通しに行っていいんだけどな。な、ここ火炎ボールもらいながらでランドロス投げます。威嚇入るから随分マシだと思うけどね。まあ、まあ、ランドロス読むにしても、いや初手の動き的にさ、ランドロスさ、トンボ返りっぽく思われてないからさ、なんかここ普通にさ、あれじゃない？あの、なんでもないわ。なんか、ちょっともう、頭溶けるマジで攻める構築。受けループと違って慣れてないからね。本当に頭が溶けそうになる。あ、オッケー、膝、外せ外せ。で、こう多分、あ、でっか。超でかいんだけど。どうしようかな。ランドロスで大魔キル。いや、ポリツーが裏にいるととにかく結局めんどくさいから。どっち押すべきかな。威嚇がでも一回入ってる。いや、ここ相手膝ないから、トンボでいいわ、一回。引いてないなら、まあ、ここ自信をしたかったけど。まあ、威嚇入ってるから。でも、もう一回ランドロス。ここ膝は絶対ないんだよ、さすがに。いくらなんでも。いくらなんでも膝ないし、しかも、威嚇入ってるから大丈夫で。通る技なかったんかな。大魔読みかそれか。まあ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 、いずれにしても。でも、S 場ここで処理できる方がいいか。放電で、しょって。ちょ、これさ、なんか、あれじゃない？ちょっとさ、こう、攻め構築使い慣れてる人からしたらさ、なんか、これ、この動画見ててくる、あ、こいつめっちゃ下手くそじゃねえかみたいなさ、気持ちになるよな。嫌なんだけど、そういう、仕方ない。上手くないから仕方ないけどさ、攻め構築上手くなるか。あれ、ヒレ切ったけど。めんどくさいのは瞑想のやつだな。瞑想のやつだっけ、鬼めんどくさいけど。ここ3段投げでいいかな。で、レヒレさえ削れば、ポリツーランドロスだと詰めれるから。まあ、そんな感じで、ぼちぼち。ていけばいいんじゃない？あ、挑発はいいよ全然。ここの挑発は安くて、あー、まあ第3弾大ジェットからでいいか。相手のサンダー同速だった時がめんどくさいから、こうジェットから入ってサンダーサンダーって打って、だからこれだったら普通にサンダーめちゃくちゃ通ってたな。なんか戦術策が、戦術策っていうのかわかんないけど、攻め構築は戦術策っていうのかな、わからんけど、ただ、まあでも結果としてサンダーが通ってたから、まあいいんだろうな。初手で、本当にでも露骨なミスはさ、初手のさ、トンボ返りから入るっていうコンセプトで構築を作ってきたのになんか素引きするっていうさ、どういうことって感じだけど。ムーンフォー。まあこれ相手のサンダーがこっちのサンダーより、こっちはジェット2回押せて相手のサンダーより絶対早い以上、困りようがないかな。スカーフまでケアすん、あーでもスカーフだったら回復しないから勝ちか。まあまあどっちでもいいかな。ジェット押して、サンダーはまあ、サンダーミラーはガチで早い方が強いと思うんだよな。ボルチェンとかをしない限りは。それがあると話は変わってくるけど、結局上から羽で相手の攻撃全部半減で受けれて、なおかつ、さあ、ねえ、こっちは、等倍で10万通せる方が、勝つようにできてると思うんだけどな。
で、2加速してるから、とスカーフも関係ないですね。これは勝ったでしょう。だなんかね、攻め構築を使い出してから僕がザゴだからかね、順位が下にだけ進むジェットコースターになってます。2戦目に行きましょうか。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきますって思ったら、なんか、珍しいポケモンだらけの、フェアリー統一かこれ。ちょ、さすがにね、さすがにこれはナットレがありえん刺さってる雰囲気があるけど、トゲキスめんどくせえけど、待って待って、トゲキスにな、昔はな、やられたい放題やったけど、今は、あこっちは、いるんだよ、トゲキスに。トゲキスにどう見てもサンダーが強いでしょ、このトゲキスより速くてさ、ダイジェット半減でこっちは、サンダーが強い理由やっと分かったわ、今になって。で、エルフーンはナットレ多分完封できるんじゃない？で、ミミックにも強くて、ブルルにも強くて、で、HB だからブルルに結構強くて、これ相手どう見てもナット重いからさすがに、で、テテフのメザ炎とかないからテテフにもナット投げていいんだよな。まあ、気合玉はちょっとめんどくさいけど、で、トゲキスにサンダーを投げる形だけど、キューコン、いやー、キューコンだったら、サンダー、ナット、ラオス、出せないか、さすがに。フェアリー統一にアクラオスちょっと無理があるね、いくらなんでも。で、なんかね、いつもはね、結構1シーズン、受け構築を準備したら、なんかこう、それをちょこちょこ枠変えたり、なんか技構成変えたりとかね、努力値調整しながらこう煮詰めて、僕割と使っていくから、なんか構築を1個作って完成させるっていうプロセスをやってる総回数がめちゃくちゃ少ないように思って、なんで、まぁ、ちょっとね、あれなんですよ。こう、ちょびちょび毎日、毎日とはいかなくてもさ、なんか構築をちょびちょび作って動画にするみたいなノリやってるとね、構築を作れるようになってくんじゃないかっていう、そういう経験を積めるんじゃないかっていうね、裏の意図もありますね。これさ、どっち出すか、いやでも、メガネで使うよなぁ。トゲキスでまだこの世界全部崩れると考えてるか、まあ、アローラ球根ならまるか。いや、メガネ再起でもらいたくない。あ、じゃあスカーフ再起でもらいたくないから、普通になっと引くか。ここボルチェン押したいんだけど、だからやっぱあれなんだろうな、スカーフで。絶対早いって分かってボルチェンとかトンボ選べんのが強いんだろうなっていうね。あー、これスカーフでしょ、この動き。オッケーで。何に引いてきてもただ宿り木が強いかな。宿り木でいいと思うけど。気合玉、いや、ここ突っ張んないと思うけどな、サンダー対面。突っ張んのかな、あの、テテフ D は意外とあんだっけ。ちょ、なんかさ、やばい、受けループだったらさ、試合中に常にさ、なんかその、どこをどうやって処理してみたいのを全部考えて、考えて、その、なんていうの、頭の中でさ、把握しながらできるからさ、それぐらいはさ、こう話せるけどさ、なんか、助けかな、これ。なんか、こういう構築使うと、起きることが自分で全くわからないから、まあ、宿り外しすぎじゃない？マジで。9割の技じゃないぞ、それ。起きることが全くわかんないからさ、なんか、あれなんだよね。その、試合をすべて、成り行きで、お、倒したけど、みたいなさ。それでしか、試合をできない感じになってるけど。あー、ブルちゃんいるけど、ブルちゃんの後出しは、根本的な解決にはなってなくないか。バカ力で一発、いやー、バカ力あるにしても、裏のサンダーの通りえぐいから。いやー、ここ一応一回ね、バカ力ケアしてね、ハチマキバカ力とかケアしてサンダー引きたいな。で、デテフ遅いこと分かったから、サンダーよりは。羽からボルチェンで良くなってるから、それでいいかな。なんかその話すことがね、ポケモンに関して話すことが少なくなります、非常に。分からないんで起きることが。ちょ、ここさすがにバカ力か。あー、ダイマ切ってくんだったらいいかな。ジェットの一貫あるから。食らいながら、で、ダイナックル以外さすがにないと思うんだけどな、ナットに打つ技って。で、なんかこう、これは多分受けループに限らずどの構築も共通してるんだけど、なんか相手のダイマックスをこっちが裏で簡単に受けれた時のアドがでかいから、だから受け要素があると強いかな、みたいな気はするよね。
だからその7世代ってさ、ミミッキの化けの皮で何でもストッパーに基本的にはなってたから、その一方通行の展開の構築って結構さ、なんか止められちゃうみたいな印象があったんだけど、だからそのミミッキに対しては一回引けるようにっていう、その最低限のサイクル要素をどの構築もなんか取ってるみたいな、まあミミックだと思うね、一番の理由はだったと思うんだけど、8世代ってさ、なんかダイマックスででかくなるからさ、ヒットポイントが全員ミミックみたいなもんじゃん、言ってしまえば。まあそのミミックは何でも一回食らわないっていう話だけど、そこまでの汎用性はないにしても、なんかそれなりに何でも止めれるっていう関係上、だからまあ圧力かけてダイマ誘発して裏に引いてダイマックス枯らせば強えなっていう感じはなんか変わんないよねみたいな気がしてますね。まあ対面でただそのゴリゴリ押して、対面に極端に寄せてさ、ゴリゴリ押せる構築とか使える人は多分強いんだろうけど、なんか裏を見て技を押すみたいのがさ、耳の場面はそれは僕でも押せたりするけど、なかなか難しいよねっていうね。あと試合時間めちゃくちゃ短いな。ケルブだと一匹倒すのに大体10分くらいかかってさ、相手がなんかその辺で無理だな、崩せないなってなって降参みたいなパターンが大体試合が早く終わる典型例なんだけどさ、なんかもう試合時間多分4分くらいでもう1体倒してるけどな。テテフ硬いな、耐久ぶり。さすがにさあ、臆病とはいえタマサンダーのダイジェット半分で済むってすごいな。ショック、ああまあダイサンダー1回押してあれか、あのサイコフィールドの火力ダウンさせといてもよかったな。まあまあでも言うてダイジェットで、ダイジェット一貫してるし S も上がるし、いいことずくめだね。トゲギスにも変なことする余裕は与えないから、あーやっぱトゲキスか。ちなみに、いやーないけどスカーフでもさすがになんとかなると思うけどな。あーてかスカーフでも3段の方が早いわ。裏誰いる、僕ナットとポリッツか。相手 S 上がんないでしょ。ボルチェン押しとくのがいいんじゃないかな。ああ、コウさん、オッケーオッケー。はぁ、あ、しんどかった。攻め構築、ね、受け構築ね、構築考えてたんだけど、ちょっと、なんか、考えがギリギリ、バンギラスの枠がまとまんなすぎて、今日は諦めました。また、後日、アップします。じゃあ、お疲れ様でした。